皆さん、こんにちは。小田ゆきです。今日はですね、アロマストーンで使わない方がいい香りについてお話したいと思います。アロマストーンといえば、ここにね、精油を垂らすだけで手軽に使えるのが魅力なんですが、いざ使ってみると、思ったほど香りがしないとか、しばらくするとなんか嫌な香りがする。そんな経験ね、皆さん一度はあるんじゃないかなと思います。一見簡単に使えそうなアロマストーンなんですが、実はですね、使いこなすにはちょっとしたコツが必要です。特にアロマストーンっていうのは、アロマディフューザーと違って、電気や熱を使わずに自然に拡散させていくものなので、全ての精油が適しているわけではないんですね。つまりアロマストーンと相性のあまり良くない精油というのが存在します。本当にちょっとしたことなんですけど、知っておくだけでアロマの楽しみ方が劇的に変わってくるんですね。ということで、今日はアロマストーンに使わない方がいい香りをはじめ、アロマストーンで使うならこれがおすすめだよっていうね、精油を私の経験を交えながらお話ししていきたいと思います。気になる方はぜひ最後までご覧ください。はい、では早速アロマストーンに使わない方がいい香りについてご紹介していきたいんですけれども、大きく分けてね、2つあります。まず1つは柑橘系の精油です。特にオレンジやグレープフルーツ、レモンなどは注意が必要なんですけれども、なぜ柑橘系の香りがね、アロマストーンに適さないかというと、まず1つは柑橘系の香りっていうのは非常に揮発性が高いです。香水でもトップノートやミドルノート、ベースノートというね、言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、柑橘はですね、その中でもトップノートといってすぐに蒸発してしまう、つまり香りが短時間で消えてしまうような性質を持っているんですね。なのでアロマストーンに垂らしても5分とか10分ぐらいで香りを感じにくくなるっていうのが一つ挙げられます。さらにね、重要なのは柑橘の香りっていうのは非常に酸化しやすいんですね。アロマストーンにその精油を垂らしてから、しばらくすると時間の経過とともに、なんかね、嫌な不快な鼻にツンとくるような香りが立ってくるんですね。それが私は個人的にはあまりね、好きではなくって、なぜかというとアロマストーンって繰り返し使っていくじゃないですか。アロマストーンを次に使うときに、そういった酸化臭っていうのがせっかくのね、精油の香りに影響を与えてしまう可能性があるんですね。なので私は、オレンジとかグレープフルーツ、レモンっていうね、酸化しやすい柑橘の精油はどういう風に使っているかっていうと、おすすめはですね、私の動画を以前から見てくださっている方はよくご存知だと思うんですけれども、こういったね、ティッシュです。ティッシュをこんな感じで折りたたんで精油を垂らして楽しむっていう方法がおすすめです。これだと香りが短時間で消えてしまうっていうところは変わらないんですが、アロマストーンにいつまでもね、残るその酸化臭っていうのが気にならない。ティッシュだと使う都度使い捨てっていうか、このままゴミ箱に入れておけば、ゴミ箱の消臭対策にもなるので、私はね、結構柑橘系はティッシュに垂らして、楽しむことが多いです。柑橘系の精油っていうのは空気をきれいにしてくれるような働きが期待できるので、そういう空気清浄効果を狙ってリビングとかより広範囲に香りを広げたい時には、ネブライザー式のね、アロマディフューザーがおすすめです。これだと、持続的に香りを拡散することができるので、柑橘系のようなね、香りが飛びやすい精油もより効果的に楽しむことができるんじゃないかなと思います。ただね、長時間同じ香りの中にいるとその香りを感じにくくなるので、私はやっぱりね、その自然な香り、柑橘っていうのはそんなにずっと長続きするものではないので、何かね、そういう柑橘の香りで気分をリフレッシュしたいとか、ちょっと空気をね、整えたいっていうね、ピンポイントで使うのがいいかなというふうにも思っています。で、話を戻すと、アロマストーン、特に柑橘系は酸化しやすいので、あまりね、私はこのアロマストーンに使うのが好きではないよっていう話をしたんですけれども、あと大事なのはアロマストーンの置く場所、必ずね、直射日光の当たらない場所でこのアロマストーンは楽しむようにしてください。やっぱり直射日光に当たると、よりその精油の酸化っていうのは進みます。で、これは柑橘系問わず、どの精油もね、やはり酸化しやすい性質を持っているので、日の当たらない場所に置いて楽しむっていうのも大切なポイントの一つになります。アロマストーンって言ってもね、いろんなタイプのものがあって、こういった缶入りのタイプですね、これ持ち運びに非常に便利なんですけれども、こういったものはね、香りを楽しんだ後は蓋をする、こうすることで空気に触れる表面積を最小限に保
保つことができるんですね。なのでこういう蓋がついてるね、アルミ缶タイプのものをお持ちの方はぜひね、使った後は蓋をするっていうところも覚えておくと役に立つかなと思います。アロマストーンに使わない方がいい香り、二つ目はですね、粘性が高い精油になります。精油っていうのはね、その多くがね、比較的サラサラとしたものが多いです。精油垂らす時も柑橘なんか特にね、一滴垂らそうと思ってもポテポテっとね、何滴もサラサラっと落ちてくるっていうことよくあると思うんですけれども、一部ですね、非常に粘性が高くてちょっとドローっとしたようなテクスチャーを持つ精油もあるんですね。代表的なものがベンゾインとかベジバー、あとパチュリのあたりになります。こういったものっていうのは非常にね、粘性が高いので、こういうアロマストーンに垂らしてもまず非常に染み込みにくいっていうのが挙げられるんですね。それに加えて私がね、これ重要だなって思うのが、ここで染み込まずに成分がとどまって目詰まりのようなことをね、起こしてしまう可能性があるんですね。これはその次に使う精油のアロマストーンへの染み込みであったり、蒸発、拡散っていうところにものすごく影響を与えるので、そういった粘性の高い精油ですね、ベンゾインとかベチパーパチュリっていうのはアロマストーンにはちょっとね、向かないかなというふうに思ってます。中級者さん向けの精油にはなってくると思うので、そもそも芳香浴でアロマストーンで楽しみますっていうシーンも結構限られてくると思うんですけれども、精油の中にはそういうね、ドロドロとした粘性の高いテクスチャーがあって、そういったものはアロマストーンにはね、ちょっと向かないんだよっていうことを知っておくと何かの役に立つと思いますので、ぜひ参考にしてください。でもしね、そういった粘性の高い精油をお部屋に広げて芳香浴として楽しみたいということでしたら、おすすめはですね、加熱式のディフューザー、アロマランプとかアロマキャンドルになります。精油って熱に弱いので、多くの精油はね、加熱式タイプっていうのは使わない方がいいんですけれども、その例外としてこのベンゾインとかベジバー、あとパチュリもどうかな、パチュリあたりも熱してもね、そんなにものすごく柑橘のように酸化しやすいような精油ではないですので、重い香りが好きっていう方は加熱式のアロマランプやアロマキャンドルを使うっていうのもおすすめです。じゃあね、アロマストーン一体どういう香りがね、向くのかっていうお話もせっかくなのでしていきたいと思います。で、私がこれまでいろいろね、試した経験の中から、これはね、アロマストーンに向くなって思う香り大きく2つ。まず1つがお花とミントの精油です。花の精油で言うと代表的なのはラベンダーとかイランイラン、ジャスミン、あと葉っぱから取れるものなんですけれども、お花のような香りを持つゼラニウムと、ミント系のね、精油の代表格がペパーミントなんかがあります。これらの精油は先ほどお話した柑橘系に比べると酸化しにくいことに加えて香り持ちもいいんですね。やっぱり柑橘の香りだとね、5分とか、長くても多分30分ぐらいで香りが消えてしまうのに対して、ラベンダーとか、イランイランなんかは半日とか、その翌日ぐらいまでね、香りが楽しめるっていうケースも多くあります。なのでアロマストーンに垂らした後も比較的長く香りを楽しめますし、酸化臭っていうのもね、残りづらいので、次に使う精油の香りの質に影響を与えることも少ないんですね。そしてもう一つ、私がアロマストーンに向く香りをあげるなら、市販のブレンド精油になります。ブレンド精油っていうのはあらかじめ目的別に、リラックスとか集中力アップみたいな、お悩みごとにいくつかのね、シングルの精油が組み合わさったものをブレンド精油って言います。無印なんかでもね、ブレンド精油の人気で、私もこのお休みブレンドっていうのを持ってるんですけれども、このブレンド精油っていうのは割とね、バランスを考えて作られてます。の代わりの揮発性でいうと、トップ、ミドルとか、ベースノート、それぞれのね、ものを含んでいるので、1本でね、非常にね、バランスのいい香りを楽しむことができるんですね。中にはトップノートだけの柑橘系とかのね、ブレンドあるかもしれないんですけど、そういったものって少ないかなと思います。なのでアロマ
ストーンっていうのはね、やっぱりね、たくさんの量ね、その精油を垂らせるものでもないですよね。まあ一回数滴単位になるので、まあ、自分でブレンドすることもできるんですが、なかなかね、そんなにカスタマイズができないっていうところから、市販のね、お気に入りの香りのブレンド精油があれば、ね、アロマストーンに垂らすだけで非常にバランスの取れた香りを楽しむことができるので、特にね、アロマを始めたばかりみたいな初心者の方には、このね、アロマストーンとブレンド精油っていうのは非常に相性のいいコンビだと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今日はアロマストーンに使わない方がいい香りというテーマで、アロマストーンと相性があまり良くない精油、反対に相性の良い精油っていうのをお話ししました。皆さんいかがでしたか？ちょっとね、一部マニアックなお話もあったかもしれないんですけど、こういう使い方の話ってあんまりね、教えてくれるところが少ないっていうか、私もなかなかやっぱりその製品の情報とかはあるんだけど、じゃあ実際それをどう使ったらね、上手にね、使えるのかみたいな話はね、なかなかね、ないなっていう風に思ったので、今日の動画を作ることにしました。参考になったという方はぜひグッドボタンや、何かそういうアロマストーンやアロマディフューザー、アロマの使い方でお困りのことがあれば、ぜひお気軽にコメント欄にお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。